どうもお疲れ様です9月7日朝6時の相場解説になります昨日のね昨日のこの要線どうですかズバッと大きく育ちましたよねでえー、っと育ったがゆえにまあここもブレイクしましたしもね <laughs> 育ったがゆえにですね上昇継続なんですけども介入にも警戒しなければならなくなりましたちょっとねこれを見てみましょうか神田財務官ですあちょっとすいませんもう一回開きますはい 昨日の午前8時頃なんですけども、財務省からこんな、口先介入がありました、えー。足元の動きは急速で一方的だと見られるということでね。はい。昨日は朝から順調に上昇トレンドを描いて、147円はまあ達すると思ったんですけども、思わずですね、もっと伸びていきましたね。まあ人によっては普段より儲かっちゃったみたいな人もいたんですけども、まあでもね、ちょっと私、ちょっと早めに介入を警戒したところがあって、というのが、 口先介入よりも、口先介入があるんじゃないかなっていうふうな、他の投資家さんの心理を考えたところ、ちょっと勇み足でね、半歩ぐらい私はね、ちょっと警戒が早かったのかなと思います。もうちょっと欲を変えてもよかったと思うんですけども、でも、ちょうどいい感じで、え、利益が取れた方がね、私のちょっとね、早とちりというか、先走りと、それから、 神田財務官のこういった口先介入がその分遅れたこととねその中間で立ち回っていた方にはちょうどいい利益が取れたということでねえー、なんか偶然ですけども大きな利益を取れますという報告が何件か入りましたどちらにしても上昇トレンドがずっと継続していく中でここの横ばい状態を抜けてグンと伸びたのが昨日でしたその予兆がこの陽線とこの陽線とこの下ひげにあられてきたわけなんですけどもプラス移動平均線よりも上に出てるってことですよね 乖離が起きてまあこれを細かく解説してきて最近の相場解説の動画多いわけなんですけども、まあ、おかげでねあの利益を取れたって方が増えていくっていうのは私の相場解説が細ければ細かいほどやっぱり利益を取りやすいってことなのかで私自身が利益を積んでる時っていうのが、ね、相場解説多くなりますんでというのが張り付いてる可能性が強いからなんですよ今日は見てもしょうがないなと思ったらあの更新の頻度落ちるでしょ そういう時ってやっぱりね、利益を取るポイントがないんですよ。<laughs> 利益を取るポイントがね。はい。ということで、一日足を見ていきました。あ大雑把に言うと、上昇継続なんですけども、介入にも警戒しないといけないよねってことです。ね、今日中に148円いくようでしたら、本当に介入が起きるかもしれないですよ。はい。そして、現在の値動き14、147円603で4時間なんですけども、あの、やっぱりね、上昇トレンドが4時間にもかなり影響していて、 ここを抜けてね、上に行くようにもう見えます、すでに。この陰線も下ヒゲ出してるでしょで、迷いのこの形ってのが、結局、前々からのね、上昇トレンドに乗っかっていって、今形成中の、今陰線に見えますけども、これも結果的に陽線に変わって上に伸びていけば三平の完成ですからね。今回の三平は素直に上昇すると思います。で、最後に一時間軸を見ていくんですけども、一時間軸を見ていくと、 移動平均線のね下から大きくつり上げて上に行きましたよねで神田財務官が発したのがここなんですよですんで上昇したところで昨日はまあレンジを書いてその下を抜けて下にブレイクって言いましたけどもこの下にブレイクは神田財務官の発言も重なってなんですよねでもその発言口先介入も1時間経ったらあっという間になくなって解消されて要するに寝ごろ感が出ちゃったわけですよ 痩せても変えても上昇トレンド中ってのは多くの投資家さんの知るところですから、じゃあ1時間軸を見ているときに値段が下がったら、おお、儲け儲けって感じで買いが集中しますよね。そしてここで利確ですよ。利確するから上引きが出てるわけですよ。で、一旦下がったらまた寝頃感ができて、ここでも買いが始まって大きな突き上げになったわけですよね。これはテクニカルの理論の動きとしては当たり前の動きですよ。はい。そしてちょっと見にくくなったんで、クリアにしますと。で、ここからレンジオプションを見ていきます。 上程過程を引くととするとまずはここで下だったんですけどもすでに買い場はここに入ってますからね147円の170でも寝ごろ感が出てるってことですだから以前はここで安いと思って買われたところがもうここでも安いっていう感じなんですよね値段が上がったのにこういうふうな感じで安値って切り上がっていくんですよということはまだまだ上の方に伸びていくだろうというふうに多くの投資家さんが思って資金を眠らしているってことがありますよね当然 介入の危機器もありますんで、この前、何でしたっけ ?18 時以降は介入が入りにくいっていうこともありました。実際にそうなのかどうかわかりませんけども、実際にはね、まあ記者会見などで発言する場所が少ないんで、もしかしたら介入、口先介入が少なくともないのかもしれないですね。でも、実際の介入は深夜だろうと早朝だろうとありますんで、タイマーをかけて <laughs>。まあですんでね、 ここなら大丈夫ってことはないんですけどもその可能性がいく分薄くなるのかなっていうところで18時以降に買いの資金投入が増えるってことは今までも何度も皆さんと一緒に見てきましたねはいじゃあまとめましょうかあと一応レンジなんですけどもご覧いただいてるように上昇傾向の強いレンジですんで上に抜ける可能性が非常に強いのと大きな陽線が出る可能性が強いプラス大きな陽線が出たら出たで ままた口先介介入入入なり介入の入る危機が迫ってますよとかなり複雑でしょそして値段がドーンと落ちたらお値寝ごろ感が出たって言って投資家さんがまた買いに走るんで値段が上の方に回復するのが早いってことですそうじて上昇傾向のあるレンジっていうふうに解釈しますはい複雑ですね月火水と違って今日木曜日は稼ぎにくいですそして明日はもうほとんど ファンダメンタルも入ってくるんで、もう状況を追うだけですよね。状況を追うだけで精一杯になるんで、もう明日はね、トレードできないと思ってください。私はもう今から明日はね、あの、肩に力を抜いた一日になると思ってます。はい、じゃあ、週の最後は、実質的には今日ですから、今日も勝負できる瞬間がそんなに多いと思いませんけども、まあ、なんとか頑張ってワントライでも2トライでもしていきましょう。それではまた次回の相場解説までごきげんよう。